新番組カノエコのクリティカルヒット。いやーありがとうございます。ありがとうございます。もうこれマストになっちゃいますけど大丈夫ですか、このもうシャープ1でこれやっちゃったら。いやもう全然行きます、ね、もう明日からみんなこれを街歩いたら。番組開始から1年以上、これまでに誕生した名珍場面をピックアップ、クリティカルヒット、クリティカルヒットの発言集。まずは記念すべき1回目、初めてのファイナルファンタジー1でのパーティー決め。最初に名前と職業を決めなきゃいけない。ちょっと一回見ていいですか。メンバーを有名人の名前に。チーフ、モンク、素手の戦闘を得意とする。パワー系いく？パワー系いきます。モンク。まあそれこそやっぱ武井壮さんとか。ああ。僕の相方っていうのもありますけどね。パワー系。パワー系だと一応パワー系。絶対白魔術師は必要だと思う。回復系。はいはい、いやそうですね。白石麻衣でお願いします。白石麻衣。マイヤー。そして最後の一人は、まあ、黒いくか攻撃、はいね、魔法、はい、攻撃的、そうですね、力自体は非力なんですけど、うん、魔法が強いみたいな、はい、いたわ、いました、力弱いけどやっぱ飛び道具、うん、そうですね、すごい人、ひろゆき。確かにひろゆきさん論破しまくるから。続いてはドラクエ3よりカノ VS 神田タ。淡路島にあるドラゴンクエストアイランドを訪問、その帰り新幹線の時間までに神田タ撃破を目指したカノ。そこでとんでもない敵が。あ、空いたかも。あ、食べます。その間あげときます。大丈夫ですか。あ、じゃあちょっとあげといてもらっていいですか。食事の間、キベにバトンタッチ。すると、やばい。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 キベさん。キベさん。キベさん、マジで全滅だけやめてください。もうアリアハンの後ろからですからね。やばい、俺が終わらせちゃう。やばい。いや、与えても1。あ、やばい、当たった。すごい、なぎさちゃん、ちゃん呼ばれしちゃいました。もう返してください。キベさん、ダメ、一人死んでるし。続いては FF オリジン、強敵を前に衝撃の作戦。ボス、カオスとなるものを相手に苦戦するカノ。もっと蹴り込んなきゃダメか。あと割と遠巻きで2人に任せる時間があってもいいかもしれない。確かに、それ使おう。ちょっと俺監督目線でいくわ。仲間2人がバトルする様子を遠くから見守るカノ監督。もちろんだ。おお、このまま、あれ、いけるよ、カノさん、いけるよ。カノ、まさかの、あとはよろしく作戦。以上、現場監督遠くから。おお、すごい、逆ストレス、いけ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 。めっちゃ成長してる、あいつらが。カノさん、せめてとどめだけでも。で、ね、R に行きますか、とどめ。あ、やばい、見られてる。カノさん、とどめが落ちくんじゃね、落ちくんじゃね。カノさん、頼む。でもとどめ行きましょう。行こう。せめて、カノさん、行け。おら、緩んでる。お、やった、やった、やった。やったー。よし、よし。ナイス、かっけ。これが俺の力だ。おお。じゃあ続いては3人でプレイしたスペランカー。そこで亀裂が。よいしょ、うまい。手分けして扉を開ける鍵を調達するはずが。よいしょ、よいしょ、危ねえ。突破するも鍵お願いします。あれ、あれないじゃん。青誰、誰、青誰、青誰。ちょっと待って、俺待ってまして。俺、え、青誰。鍵班じゃないですか、お二人。俺赤取ったよ。いや、俺は任せるねって言ったよ。サボり発覚で大揉めの3人。いやいやいや、
仲間割れする中、カノが2つの鍵を発見。あったあったあった、 ありました上にあった、決めず。あとは3人仲良く扉に戻るだけ。なんで一緒のやつ捕まんのよ。なんで邪魔邪魔邪魔、危ないって。邪魔邪魔、1個待とうよ。続いてミーアレプリカント、生みの親横尾太郎さんと斉藤プロデューサーの前で加納が奇跡を起こす。開けてください。ロボット山のボスゼペットとの戦 い、口に爆弾を入れようとするが、あっ、ちょっと待って。じゃあ、あのこれ終わりでいきますか。これ終わり、これ終わり、ビーム終わりになる。ビーム終わりを狙う。そうそう、持つか。ああ、早く終われ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 、俺、ちょっと待って、ダメだ、むつ攻撃態勢に入ると、斉藤 P から思わぬ一言が。ここにスタンバイしとくわ。もう行けるじゃん、もう入れちゃう、もう入れちゃう、入れていいんすか。よし、消えてる。なるほど、なるほど、なるほど、消えてましたよ。なるほど、あのレーザー待たなくていいのかよ。さらに、ちょっと最後なんで、もうビーム前に入れてみますか。ビーム前、ね、さっそく最後入れてもらいたいです。カノ、ビーム前のお口イン、かっこよく決められるか。早くしろ、早くしろ。おら、おお、痛い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 。ちょうど楽しんでほしい感じで楽しんでいただいて、すごい嬉しいですか。続いてライブアライブクンフー編、カノに迫られた究極の選択。大技を持つボスオディワンリーとの一戦。次かも、あれ次ですよ、次次あれ来るから。あ、だから回復か、もう行って倒すか。ちょっと待って、見せて。いや、次は行けるはずです。これ行ける、このギリギリ。でも一回ミスありましたよ、なんかミスあったら終わるよ。ありましたよね。だからもう確実取るなら完全に回復しといた方がいいんじゃない。あ、確かに。で、あの連打では、そうっすね、確かに確かに、うん、なんかミスとかしてくんねえかな。敵のミスを願いつつ回復を選択。あの変な手裏剣みたいなやつ、手裏剣みたいな。いや、で、ミス多め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 、ミス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 。最後はニーアオートマタからカノと意外な相手との死闘をご覧あれ。社長、あれ、スクエアエニックス代表取締役社 社長松田陽介です。ちょっと待って、スクエアの社長。一回飯食いたことあるもん。マジで。はい、お、来た来たぞ佐藤さん。来た。僕も混ぜてもらっていいですか。プラチナゲームズ代表取締役社長佐藤健一です。株主総会ですね。ダウンロードコンテンツ版で楽しめるスクエニの社長とプラチナゲームズの元代表とのバトル。あ、来た来た来た、危ない。あ、いいですよいいですよ。社長も行けますよ、カノさん。社長いける。あ、いいですねいいですね。佐藤気をつけて、佐藤。佐藤はやばい。松田です、ターゲットは。興奮しすぎて、大物2人を呼び捨ての3人。佐藤、あー、帰ろ。とりあえず逃げて、逃げて。松田だ。松田行け。カノさん、松田。あいつだけはマジ。そいつ、佐藤。佐藤はやばい。一回、佐藤無視で、あ、一回松田だったら教えて。ここで逃げて、やばい。こうちゃん、リズムよく、オッケーオッケー。似てるから間違いない。あー、やばい。これが強い。間違いないんだよ、こいつ。暴言が出るほど大熱戦の結果。どうなん？
こればかりの質問をお願いください。はい、佐藤社長の被り物、松田社長の被り物、狩野さん見事クリアです。おー